クイーンエリザベスにオーシャンライナーは、スケジュールに従って、太陽を渡る船である。定期航路についた旅客船や火客船を指し、旅客輸送や郵便物輸送、貨物輸送を行う、遠洋定期船や太陽航路船とも呼ばれる。オーシャンライナーは、太平洋や大西洋といった太陽を渡る大型の船であり、すなわち大陸間の遠距離を乗客や、 郵便物を運ぶことを目的との一つとする、船、航路のことを指す。したがって、比較的近距離を運航されるフェリー、観光目的に周遊路を運航されるクルーズ船や貨物船は含まれない。そのため、概要において、波浪や不足の事態に耐えるため強固に建造され、数日や数週の航海で消耗する燃料や、その他物資を搭載するため、搭載能力が大きい。 1958年10月26日にパンアメリカン航空がボーイング707によりニューヨークパリ線に就航して以降競合する航空路線が多数開設されたことでオーシャンライナーは収益が悪化し多くの会社は旅客の定期航路を廃止した21世紀になっても大西洋を横断する定期航路に就航していたのはクイーンエリザベス2や クイーンメリーにであったが、他の航路にも投入されている時も多く、純粋なオーシャンライナーはセントヘレナのみであったが、2018年に、これも廃止された。セントヘレナ島、ジュームズ湾に停泊中のセントヘレナ号、ロイヤルメールシップは、ロイヤルメールとの契約により、郵便物の輸送に使用される船舶に使用される、感染窃盗時である。 RMS として指定された船舶は、公開時にロイヤルメールのペナントを掲げることと、ロイヤルメールの王冠のロゴを含む識別標識の、両方もしくはどちらかを掲げる権利を有し、1840年から指定された。多くの船舶に使用されたが大半は、郵便輸送の割合が多いキュナードライン、ロイヤル、メールラインとユニオンイコールキャッスルラインと関係していて、 伝統的にこれらの会社の多くの船舶が RMS を冠している。カナダ太平洋鉄道の太平洋横断航路においても RMS エンプレスオブジャパン、RMS エンプレスオブチャイナ、RMS エンプレスオブインディアの3隻が建造され、1891年からバンクーバーとアジアの各地の定期便の運行を開始した。2016年6月現在、 定期航路に就航しているロイヤルメールシップはセントヘレナ号のみで南アフリカ共和国のケープタウンとセントヘレナ及びアセンション島を結ぶのが基本的な航海日程であるが年に2回イギリス本土のドーセット州ポートランドまでの航海が行われている。しかしセントヘレナ空港の開港に伴い2018年2月10日にセントヘレナ島からケープタウンへの航海をもって 退役した。A.B. ロイヤルメールズ・インペロイス、クーリエニュースペーパーページ20オーガスト2007、ハット QM に、ユナイテッド・キングダム、ロイヤルメールハット、タイムズの最初の引用は1840年8月18日からで、ある。マック・ストーン、グラハム、ジョン・エトール、クイーン・メアリーに、P184、ケネディ、ジョン、ザ・ヒストリー・オブ・スティームナビ、ピアニッシモ、 147から151スケジュールズフェアス RMS ストリートヘレナ RMS ストリートヘレナ2016年10月23日閲覧ありがとうございます